虐殺やめろ、虐殺やめろ。シャッエビタン、シャッエビタン、シャッエビタン。2024国際航空宇宙展開会を記念いたしまして、テープカットでございます。どうぞ。この国際航空宇宙展、一見すると飛行機に特化したような、ブースのようにも見えるんですが、一歩、その先に足を進めるとですね、見えるでしょうか、日本国の即応体制を万全に、ロッキードマーチン、アメリカの軍事最大手、ステルス戦闘機などを生産している、ロッキードマーチンのブースが見えてきます。ロッキードマーチンの向かい側、こちらにはですね、 RTX レイセオン、かつレイセオンだったミサイルを製造する会社のブースがあります。名前はエクスカリバーですね。レイセオンのエクスカリバーが展示されています。そしてここはエルビットシステムズです。パレスチナを攻撃している、イスラエルの軍事大手エルビットシステムズのブースもあります。日本政府に武器を売り込みに来ています。何十年もイスラエルが占領しているパレスチナにミサイルを落とすこと、自衛ではありません。エルビットを破壊して、虐殺企業は出ていけ、人殺しは出ていけ、虐殺やめろ。シャッエルビット、シャッエビタン、シャッエビタン。エルビットシステムズの前で抗議が行われてですね、今閉会まではまだ少し時間があるんですが、ブースがですね、立ち入り禁止の、テープが貼られました。